こんにちは。本日はこの新しい朝にと同時発売をされましたジャーニーオブアソングライター、ソングライターの旅についてご紹介をしていきたいと思います。こんな感じで Amazon からすでに届いていたんですけれども、他の動画の編集で開封ができなかったんですよ。ようやく開封できるね。そうなんです、開封の儀。おっ、でねー、超かっこいいです。結構しっかりしておりますね。見た目も結構豪華ですね。こんな感じで、で後ろもこんな感じ、しっかりした造本やね。うん、結構分厚めですね。ちゃんとしおりついてるやん。あ、本当だ、しおりもついてますね。浜田省吾さんは今年でデビュー45周年を迎えるということにあたって初の詩集になりますね。全部で101曲分の歌詞を収録されているということで、全部縦書きに歌詞がなってるみたいで、カラー写真も満載ということで中身を見ていきたいと思います。でこちらもちょっと著作権の問題で全部お見せするっていうことはできないので、まあ私の見ている感想を楽しんでもらえればなと思います。表紙どう？表紙こちら J-BOY のジャケットの写真ですよね。白黒でシックですよね。本自体も白なので高級感あるよね。かっこいいですよね。タイトルのところ銀色光ってんちゃう？そう、キラキラこうやって文字がね光るんですよ。てな感じで早速中身を拝見していきたいと思います。いや、意外とずしっとしてますね。結構いい紙を使ってそうですね。ほうほう浜田省吾さんの写真を発見いたしました。いや、いいですね景色の写真だったり浜田省吾さんも一緒に写ってますね。写真とか想定全部田島照久さんがやってはんねんよね。私たちがこの間動画にしたツアーパンフとかも田島さんがね撮影をされてて、うん、本当にずっと浜田省吾さんの写真を撮り続けてくださってるすごい方ですよね。おー、なるほど、こういう感じか。歌詞とかって横書きでこう書いてあるじゃないですか。縦になってるとちょっと全然違うかも。本当に歌詞っていうよりか本当に詩だよね。本当の詩を読んでるみたいです、うん、あーちょっとこれは面白いかも。知ってる歌詞なのでまあまあとか思ってたんですけど、いやこれはちょっとまた普通に歌詞を見るのとはちょっと違う感じですよね。これはなんか斬新かも。なんか縦か横かの違いでなんかすごい歌詞の入ってき方が全然、言葉の意味とかね、うん、違いますね。あ、青春の絆だ。最近もう青春の絆のリメイクを聞いてもうドハマりしちゃって、またかっこよくてこれはなんか改めて歌詞を見たらすごいいろいろ発見ができそうな、これはいい本ですね。コーヒーとか飲みながら読書してみたいですね。優雅にね。うん、優雅にね。結構見た目も高級感があるのでカフェとかに持ってってもなんか様になりそうじゃない？うん。歌詞カードって大体横書きやんか、うん、横書きの日本語で読んだりとかするとやっぱり曲ありきの歌詞っていうような感じがすごいイメージとして印象あるけど、縦でこういう風に提示されると曲を離れて言葉っていうものがよりダイレクトに伝わってくるよね。そうなんだよね。だからこうより歌詞の内容というかもう本当に詩としてね頭の中に深くこう入ってくるというかね、ちょっとこれは時間をかけてゆっくり読んでいきたい内容ですね。やっぱり文章とかなんかこういう詩ってさ、どこでこう文章を切って繰り上げるかとかでさ、またこう読み手の感じ方って変わってきたりするから、結構細かくこだわって縦書きのこの文っていうのは改行をやってるんじゃないかなと思いますね。カラー写真は途中合間合間にありますね。浜田省吾さんの写真がガツガツいっぱい入ってるっていうよりかはこう風景だったりとか、お、真ん中ら辺には結構浜田省吾さんの写真が固まって入ってますね。あ、最近の浜田省吾さんだ。でいつも綺麗な景色のところで撮ってることが多いので、やっぱり目で見ててもすごく癒されますよね。若い、私は結構浜田省吾さんの写真がいっぱい入ってた方が嬉しいから超嬉しいゾーンですかっこいいんだけどこれ。ジャーニーオーバーソングライターの時の写真かな。そうだね、こんなかっこいい人いたら超見るよね道端に浜田省吾さんいてほしい。あーあ
スワパーフの写真が来ました。愛がこれが決め手になって買ったっていう写真が、決め手の写真がここに発見されました。スワパーフの時とかの写真もあります。迷われてる方買いましょう。写真結構入ってます。最初らへんなんかしょうごさんの写真が全然なかったので、あれあんま思ったよりないのかなとか思ったら、いやちょっと歌詞を堪能した後のこの浜田しょうごさんの写真が結構嬉しい。若い時の写真と、まあ、割と最近目なお写真もあって、こんなに写真入ってるんだったら超満足かも。買ってよかった。え、こんなに写真入れてくれてるんだ、すごいな。うわ会いたい。電車のところ自分たちが待ってる時に目の前にこんな人ねえ、いたらもう超テンション上がるんだけど、絶対かっこいいよね。皆さん本当におすすめいたします。で、後ろの方には歌詞の英訳も載っております。Thank you。 多分これサンキューの歌詞ですね。あ、でも英訳のページのところにもカラー写真はありますね。最後まで見どころがたくさんあっていいですね。英訳の間にも浜田翔吾さんの後頭部が、私浜田翔吾さんの後頭部大好きなんですよ。毛量が半端じゃない。 CD とかを聴きながら逆に歌詞カードじゃなくてこれを読みながら見てみるのもまたいいかもしれないですね。なんか最近梅雨じゃないですか、雨めっちゃ降ってたりとかして、で外に出るのもあれだなと思って家の中にこもってる時とかに CD 流しながらこの詩集を読んでこうちょっと吹けるみたいなちなみにカバーを外すとこんな感じで見えるかな、文字のところだけちょっとへこんでる感じですね。こんな感じですね。高級感があるし、やっぱり特別感があって、でページの一番後ろの方に曲のインデックスが書いてあるので、目次のところは章立てしか書いてなかったからこういう感じで章ごとに分かれてます、うん、どの曲が何ページに入ってるかっていうのは一番最後の作品でパッといけるね、うん、まあ、これね多分ファン同士で出会った時とかに見せ合って、うん、で、あ、オタクは何ページ目のどの曲にしおりを挟んでるんですね。そんな会話するかな。愛はどこのページにしおりを挟む。私はね、君が人生の時ですかね君が人生の時もすごい歌詞が好きなんですよね。私はちょっとじっくりゆっくり全部読んでいきたいと思います。もし迷われてる方がいらっしゃいましたら、まあ、何か誕生日のプレゼントだったりだとか自分へのご褒美だったりとかで買ってみるのもいいのかなと思います。まだ買ってない人は買ってみてくださいってな感じで、動画が参考になったよとか共感したよっていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ジャニーオブアソングライター、ソングライターの旅についてご紹介をしていきたいと思います。ジャニー英語読めない。ジャニー